あっうんあ <laughs> あれだもうちょっと休んでから風呂入るうん くっついてたらまたしたくなっちゃうだってさ白くて綺麗な肌が興奮してほんのりピンクに汗ばんでさっきまで気持ちよさそうにトロトロの顔してあえてたのを思い出すともう一回あえがせたくなるんだよね声枯れるまでやってみたいなーとかさうん 仕事中に、周りから、声枯れてるけどどうしたのとか言われてさ、俺とのエッを思い出して、大丈夫ちょっとカラオケで歌いすぎただけとか、動揺して嘘つこうお前とか、こンそりニヤニヤしながら見てたいじゃんね <laughs>。趣味悪いでもね、お前が会社で見せる顔と、

帰るってもう電車ないでしょ。路線変えてまで帰りたいの明日なんか予定あるとか家のことか。ま、あ確かに色々したいのはわかるけどさ。たまには泊まって帰りなよ。それにその顔で帰るのメイクするしないの話じゃなくて。 ねえあ、待って。さっきまでしてましたって顔してるよ。そんな顔で電車乗ったら痴漢されちゃうよ。週末の終電なんか混んでるだろ。その後トイレとかホテルに連れ込まれたらどうすんだよ。そんな男にもその可愛い顔見せるけねえ。は <laughs> あ だとしてもいいでしょって何別にってどういう意味たかがセフレっては。はえセフレいんのいやいや、え、何言ってんのって。たかがセフレなのに気にするのかって。今からセフレに会いに行くってことなんじゃないのは今って。 え、俺のことえ、ちょっと待って、待って待って待って。俺のこと背振りだと思ってんのいや、そうでしょうって。はマジえ、嘘だろ。え、俺だけえ、俺めっちゃ付き合ってると思ってたんだけど。えー、可愛いい、好きだって何回も言ってたよね、俺。いや、もちろん体も好きだけど、それだけでこんな何回もできないでしょう。 え、まさかそれで今まで何回言っても止まらなかったのいやもうなんかおかしいとは思ってたんだよ。絶対帰るって言うし、合影もなくしそうで怖いからって受け取らないし、メイク道具とか着替えとか、お前のもの何一つ置いていかないからなんでだろうって思ってたんだけど、そういうことかよ。俺さ、結構大事に耐えてたよね。 本当に好きだしかわいいって思ってるから何回も何回も言ってきたお前のことが好きだから本当は朝まで話したくない時だっていっぱいあったし気を失うまで抱き潰せば費用なしでも止まるかなっていろいろやろうと思ってたけど結局嫌われたくなくて帰るって言っても無理には引き止めなかった デートに誘っても疲れてるから、週末は家でダラダラしたいって言うからさ、じゃあ俺の家で一緒にダラダラしようよって言いたかったし、一人の時間が必要な人も実際いるからさ、嫌がること無理にしたくなくて我慢してたよ。全部全部お前に嫌われたくなくて我慢してたの。でもまさかセフレだと思われてたなんてさ。 ああ。ああ、確かに、ね。付き合って欲しいとか言ってない。それは俺は悪い。ごめん。俺が悪いわ、それは。好きだって何回も言ってたから伝わってると思ってた。まあ、ほんとごめん。俺はさ、お前のこと、 恋人だと思って抱いてたんだけど、お前はセフレだと思ってたってことは、俺のこと好きじゃないってことだよな。お前から好きって言われたこと。ないし。あーって、待って。俺が100%悪いんだよ。 いや、そうなんだけど、そこに気づいたらなんかショックっていうか <laughs>、割とガチでやばいかもしんない <laughs>。ああ、もう俺マジでこういうとこ。俺が悪いんだよ。そパは俺が悪い。え好き <laughs> 俺のこと好き 好きだから「セフレ」でもよかったってことんそうかお前も我慢してたのかいやセフレだからこれ以上好きになったらダメだってデートもお泊まりもしなかったってこと あーもういっぱい我慢させてごめんうん大好きだよ俺ずっとお前と一緒にいたいだから俺の彼女になって「いいの?」じゃなくて「お前じゃなきゃダメなの」いやうわー ちょっと俺ちゃんとしろよって言うなぁもう <laughs>。そんな恥ずかしそうに嬉しそうに笑うんだね。かわいすぎるわ <laughs>。ええ、もうその着用足してる服全部置いてって。で、下着も全部脱いでよ。そんで今日は朝までいっぱいしよう。うん。好きって何回も言いながら、とろけるような恋人同士のラブラブエッチしたい。ふふっ。んで、 明日は昼からデートこうやって手つないでこの家で使うお前のもの買いに行って夜はお風呂一緒に入ってまた朝までラブラブエッチだ声枯れるまでねっ <laughs>、はい、全部ポイしろぽい ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。んでもっていつもコメントありがとう。大好きだぞ、こでやろう。<laughs> つうことで、勇気千尋でした。俺の声、好きか